森ちゃん。沢鉄のイエーイ。今のもしかしてちょっとぶりっ子っぽくしたけど失敗した感じですか？そうだよなんかちょっとぶりっ子とはほど遠かった。いやいやいや、沢ちゃんがオープニングの前にトークでエビちゃんって可愛いっすねって言うから俺ちょっと可愛さを演じたんだよ。いや、最後ちょっと違いますよ。カメラ向かってカニのエビちゃんをアピールした。あ、それやってたんですね。そうだよ。何やってるんだろうなって思って声で見てましたよ俺は一人っきりすんだすいません。はい、では忘れがちな自己紹介から進んでいきましょう。本日もサッカー好きの加藤沢子と、はい、川越でブライトンカフェイタリアンカフェやっておるエビ鉄です。よろしくお願いします。イエーイ。え、これカニじゃないですか。でもよく考えたらいや、エビでいこうよせっかくだから引っ張るね、この方。いや、エビちゃん可愛いなって言ったらそれはサワちゃんだけだよって言われたんですよ。うん、そうだね。あんまり可愛い、エビちゃん可愛いって言ってくんないからさ。あー、うん、なんかエビちゃんっていうネーミングが可愛いなって思うんですよ、うん、そうだね、うん、このエビちゃんでこう、今日1時間話そうか。じゃあ今日も普段テツさんですけど、はい、今回はエビちゃんで頑張ります。あ、お願いしますエビちゃんで。はい、なんと今日はゲストさんが来てくださっているということで。いやー、古い付き合いですよ、僕は。はい。え、どのくらいのお付き合いになるんですか？多分ね、僕は20歳そこそこで、もうサッカーの先輩であり、そういう方を今日お連れさせていただきました。そんな昔から。はい、はい、では早速紹介していきたいと思います。本日のゲストはフォールササッカースクール代表でもあり、埼玉県社会人サッカーチーム県3部のフォールサピオネーロ川越代表の斉藤輝正さんです。はじめまして、斉藤と申します。よろしくお願いします。はい、まあ、付き合いなくて僕もテルさんと呼んでるんですけど。そうですね、もう付き合い長くてね。長い。20年ぐらいになりますよね。いや、もう20年以上になりますよ。そうだよね、本当に。もう一緒にサッカーやってたっていうよりかは、まあ、対戦相手って言った方が、はい、対戦相手、それはいつの時の対戦相手ですか？もうどれぐらい？どれくらいになるのかな。もうそれこそ20年以上前から。20年以上前。もう良きライバルであり、うん、うん、僕はあの狭山の狭山ゼリアって、はい、チームで、まあ、代表兼監督みたいなプレイヤーもやってて、はい、でテルさんはその時は川越全楽っていう川越のチームで、はい、プレイヤーと、選手として、ね、一緒ですよね。プレイヤーも選手だなそう、全く一緒。一緒、監督、選手兼監督で、まあ監督会議とかでも会、うん、あったりとか、代表者会議か、うん、兼任しているっていうところでも一緒だったんですね。一緒、全く一緒ですね。一緒。ああ、県一部に行くか行かないとか、そうね、そういうの対戦者です。あ、じゃあもう一枠を争うようなそうライバルだった。ライバルでもあり、もういい良きサッカー仲間。仲間で。すごい。ちょっとなんかいろいろな面白いお話がありそうですね。ある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 。もうね、たっぷりね。もう後でね。そう。もうこれ喋り尽くしたらどのくらいかかるんだろう。かかるよ。本当かかる。20年を超えるなら、ちょっと1時間は無理ですよね。無理無理無理。全然無理。だから今日はもう端折って端折って端折っていきましょう。はい。わかりました。はしょって、はい、はしょってそうなんですよ。でもテルさんもサッカーをねもうずっと続けてて。そうですね。で今もフォールササッカースクールっていうのスクールやってるんですよね、はい、そうですね。これはですねもう、1995年、もうそれこそ27年くらいになるんですけど。27年サッカースクールを、スクールを、はい。まあ当初初めにこうスクールっていうか、まあスクール体系っていうか、まあ本当にサッカー好きな子たちの少年団から上がってきて中学校に行った子たちをこう集めて、なんかもうちょっとできないかっていうところからスタートして、で、と川越の少年団の卒団生たちを集めてやったのがきっかけってスタートなんですね。で、それが27年前。そこからこうスタートして、
でまあ初めは川越市の中学校をこう借りてたりもできたんですけど、なかなかこううまくいかなく、まあなかなかこう貸し出しとかね、そういうの難しくなってきて、まあ、その中で母校である武蔵越生高校、まあ現武蔵越生高校ね、おお母校武蔵越生、はい、まあそこがまあ本当に貸し出しをしてくれてですね、うん、そこを今お借りして、現在サッカースクールという形で、やっております。はい。わもう27年。27年。はい。歴史が深い。今はキッズから、キーパーは専門で、また GK クラスとキッズクラス、はいはい、でそこからまあ中学生まで、カテゴリーを幅広く取って、やってるっていう形になりますね。皆さん、でも自分で仕事とは別で、はい、そうですね、仕事は本業があるのであるので、はい、それ以外でサッカースクールをずっとやってきたってことですよね。そうですね、まあ、この活動は本当に日曜日の夜だけになるんですけど、うん、まあそこでもう27年か日曜日の夜にスクールをスクールをやってきた。そうですね。どういう形のスクールなんですか、それは。例えば週1で、子供たちが、月謝とかそういうのを払って。そうですね、今、チケット制を取らせてもらって、で一応会員になっていただいて、で、まあ、チケット制という形で、1回1回のチケットっていう形でやらせてもらってますね。あ、じゃあ結構プラスアルファでもよしだしっていう感じなんですか。そうですね、だからもう本当にスクールなので、まあ本当に所属してる少年団、学校、クラブ活動、まあ、ジュニアユースもいれば、で少年団じゃなくてクラブチームの、小学校のクラブチームもあれば、はい、まあ、そういうところでやってた子たちが日曜日夜また、もっと上手くなりたいとか、もっとサッカーやりたいとか、そういう子たちが集まってくれてる、サッカースクールっていう形になりますね。そこでこういろんな地域から集まってきて、でその中でこういろんな地域の子たちがサッカーを通じて、まあ、そこで仲間になったりとか、まあ、そういうところもすごい大切かなと思いながらも、はいはい、今現在まで、はい、やってる形になりますね。あらまあらまあらま、はい、チケットは、はい、1回大体いくらぐらいですか。1回5枚つづりで、キッズは3000円っていう形で。3000円ってことは1回600円ぐらい。おお、結構なんか安い感じが。リーズナブル。4年生以上は、4年生から中学生は、5枚つづりで4500円っていう形で、はい、はい、4500円。はい、1枚いくらですか、サバちゃん。900円。正解、はい、ぐらいの形でで、もちろんその、チケットには有効期限なしで、なしでやってますんで、で本当に来たい時に来てもらって、そこでまたボール蹴ってもらって、でいろんな刺激を持って帰ってもらって、はい、それが私たちにプラスになればなと思いながら続けてるスクールになりますね。なんかまた違ったスクールだよね、はい、そうですね、なんかこうそのクラブでの活動ってよりかはクラブプラスアルファのスクールっていう感じですね。そうですね、本当にクラブでちょっと物足りなかったりとか、うんうん、まあ、学校も部活もそうですし、うん、でまたそこでもっとやっぱり上手くなりたいとか、もっとボール蹴りたいとかっていうところで、もう一つもっとやりたいなっていう気持ちになってもらえればっていうものもあって、うん、はい、そこでそういう受け皿を、作れたらっていうのはそもそも持ってたところなんで、はい、どっちかっていうとさ、少年団とかの発想と一緒でさ、なんかお金云々じゃなくて、今言った受け皿、そう、ね、もっと足りない、もう少しこうね、うまくなりたいって子たちを集めて。そうですね、だって600、1回600円と900円だよ。結構リーズナブルですよね。もうそこはお金とかじゃないってことですね。だからやっぱ僕も本当サッカーを通じていろんなものをもらって、やっぱりこう教えてもらったことがすごいあって、まあ、それに、まあ、サッカーで何か還元できないかなっていうところからのスタートなので、はい、もう本当に何かこう僕がサッカーで、学んできたこととか、そういうことをもう一回子供たちにこう還元できたりとか、まあ、そこも踏まえて、まあ、お金じゃなくてそこはこう何か還元、サッカーで恩返しをできるようなっていうところからのスタートなので、はい、素晴らしい。
これもう27年いたら、で、あれですよね、あのうちのゲストでも来てくれた、はい、あの元浦和レッズの千島くん、はい、もうあそこの代は、からですね、はい、で千島くんは川越の、少年団の時に川越市の選抜チームを作った時の教え子なんですよ。その時に、川越市は埼玉県の大会で優勝してですね。おー、浦和を破って優勝ですから、あの浦和を、あの浦和を、はい、で千島くんは、そうですね、大活躍とですよね、はい、でそこからプロになるストーリーのね、あー彼は作ってプロになりましたからね。じゃあもう彼がプロになったらもうテルさんのおかげってことですね。そういうことになってますね。じゃあもうそんな頃から、その頃からなので一期生がその代からなので、そうですよね、はい、歴史がありますね。あるね。そうなんです。もう昔からそういう感じの形態でスクールをやられてたんですか。そうですね、もうその形態で、はい、やってる形で、はい、だって日曜日の夜ってだってテルさんもサッカーやってたじゃないですか。そうですね、もう自分でね、自分でやってたじゃないですか、対戦してたじゃないですか。あのだから日中は社会人で、やりながら終わったらそのまま、スクリックと。すごい、はい、で本業もあってあってハードですね。もう日曜日はサッカーデイ、サッカーデイですね。もう朝から夜まで、夜まで。うーわー、サッカーやった後ビールとか飲みたいじゃないですか。僕はアルコールは飲んでないので。あ、マジですか。そうなんですよ、やば。そう、意識高いですね。意識高、意識高く。サッカー終わった後のビールとか大好きで、はい、試合終わった後もよくベロベロになったでしょ。だから本当にそういうあれはなくて、もうすぐ作るっていう感じですね。それ何年やってるんですか。27年。やば、もうちょっとで30年になるので。30年。はい、だから教え子がいっぱいいるんですよね。そういういますよね、はい、それは本当に。まあでもそういう教え事また社会人で一緒にやれたりとか、はいはいはい、すごいこうサッカーでつながることが多くてですね、やっぱりこう素晴らしいなと日々思う限りですね。そうですよね、はい、ペルさんが置かなくても教えられた子たちはああどうもって。そうなんですよ、それが本当に最近わからない時が年そうあお互い年取ってるんだね。そう斉藤コーチって言われて、オールサレっていう。あーなるほどね。あー、うん、もう本当そういうことが多くなりましたね。でもそのうなしおごせ高校のブランドをずっと使ってきたんですね、はいはい、すごく良心的ですね。そうですね、本当に前監督、その前の監督からもそうですけども、本当に、まあ、今監督が新しく去年から、まあ、新しい監督になりまして、はい、まあ、本当にいいですね、快く学校の方も施設を提供してくれて、もっと快く使わせていただいているっていう形ですね。で5年ぐらい前ですかね、人工芝にもなりましたし、なりましたね、はい、もう本当にいい環境 で、ね、はい、で子どもたちがそこでサッカーボール蹴れるっていうのはもう最高の環境で、はい、もうまあテルさんが武蔵越生出身っていうのもあって、うん、ずっといい関係築いてるからでしょうし、そうですね、本当にありがたい限りですね。だって、武蔵越生って言ったらもう自分の息子が今年の春から。そうなんですね、武蔵越生、これも本当のエビちゃん、エビちゃんのね、エビちゃんのプリプリ、エビちゃんの息子さんが無双後入ったんですか。無双後入りました、サッカー部に。え、すごいじゃないですか。後輩になると。そう、後輩になるんですよ、なんかいろんななんかつながりで、つながりでありますね。そうですね、これもだから本当にびっくりなことで、だって無双後のサッカー部もこう入るの大変だったりとか、入ってからもそこに入れるのすごくないですか。いや、なんか強豪でサッカーしたいって言ってて、はい、で彼の実力は決してこう僕は高くはないけども、サッカーが超好きなのは知ってるんで、でどこ行くんだって言ったら武蔵越生がサッカー部って言って、おおって、すごい。そうなんですよ、新入部員も
1年生76人つってて。そうね。ですよね。すごいです。はい、でも総合といえば、ね、最近数年前に昌平高校に勝って、結構話題にも。そうだね。決勝進出には行ってるよね。そうですね。結構力がぐんぐんとどんどん伸びているような印象が。そうですね。今回も関東予選ベスト4まで行ったので、ですよね、はい、もう少しで関東出場あと一歩だったんですけどね。なるほどね。だから自分も武蔵総合生の高校とかにも行く機会があるでしょうし、これから絶対増えますよね。増えると思うし。そうですね。その時はぜひぜひぜひまたどこかでつながるっていう武蔵総合生がつながるっていう。そうですね。そういう形なんですよ。ちなみにこうテレさんは、うん、まあ、高校は武蔵総合生でサッカーをやられていたということですけれども、はいはい、その後は大学だって社会人とか。そうですね、もう短期大学に行きまして、そこでサッカーやってましたけど、はい、それからすぐ社会人の方で、これが本当に今もう名前ちょっと変わっちゃいましたけど、川越全楽っていうチームで、うんうん、この時にエビちゃんとバチバチと対戦させていただいて、バッチバチよ、もう本当にバッチバチ、その時からのつながりで、その時は選手兼監督としてバチバチやってたって。そうですね、バチバチバチ、もう本当にお互いチームを支えて、監督業、選手全部やりながらお互い、お互い、まあ、特に覚え懐かしいですよね、理工での。そうね、うちが負けた試合かな。そうです、勝った方が上がれる、一部残留、おっちは二部から上がる、その昇格戦、昇格2回戦で対戦させてもらって、はい、でうちは格上だからもうガンガン行こうつって言って、でもう同点だったんだよね。で決着つかず延長戦に入っちゃって、そこでね、私がね、そうスーパーボレーを決めてしまいまして、エイちゃんが、エイちゃんが、おお、はい、忘れもしないですよ。あ、もう全楽の人は全員覚えてるんじゃないかぐらいな、衝撃なぶち込んできまして、それがもう決勝団になった、はい、そう。で私たちが1部上がって、我々が2部上がって、あー、本当にやっぱそういうちょっと節目の対戦も結構やってるんですよね。やってる、全楽さんとは、うん、なるほど、 それはバッチバチですね。もう本当その頃からの付き合いなので、だから長いんですよ。だからもう昔のことをサッカー話せって言われたらもうどんどん出てくる。そう、どんどん出てくるっていう。そこからポールサビオネイロ川越の代表っていうのはどういった経緯で。これはですね、先ほどお話ししました川越全楽っていうチームが、はい、2年前2002、今22年だから2020年に、元ですね、パイオニアサッカー部っていうチームがあったところが川越にあったね。これがまたすごい強い歴史あるチームで、社会人のもう本当に歴史あるチーム、川越で一番歴史あるチームですね、うん、でそこが、合併をして、お互い川越同士だっていうこともあって、うん、でまあいろいろの中で話をして、合併をして、でホールスタピオネーロ川越というチームが新しく、でうちのホールさん、サッカースクールのトップチームっていう位置づけになったんですね。へえ、はい、新しい川越の社会人チーム で、 そうですね、まあ、カテゴリーで言ったら一番上のチームかな、うん、その下に、まあ、小江戸川越 FC さんとかが来る状態 で、ね、今、うん、県リーグだから一部だけ、一部だけですね。そうだよね、はい、あ、川越出身のチームは県ではここだけ、今そう、今1チーム、1チームですね。そうで、また余談なんですけども、はい、自分のブライトンカフェで働いてる大学生のスタッフがフォールさんの1チームなんですよ。たまたま今年からですか。今年から、新入部員として、入ってきて、それがバイトどこでやってるの、川越のパスタ屋さんです。え、どこ、ブライトンか、っていうような。そうですよ、俺もね、全く同じリアクションして、マジかっていう。サッカー始めたんすよ。いや、サッカーチーム入ったんすよって、はい、あ、そうなんだ、どこでっつって、フォールサですって、フォールサかーっつって
そういう、だからなんかつながりがね、いろいろありまして、絶対に交わるんですね。交わってるもうサッカーは必ずどっかでつながるんですよね、うん、そうですよ、ムッチさんが言ってたボールからつながる縁ですよ。いや絶対今言うと思いました。言いたいのこれ、俺の言葉として 0.5 秒先に言おうかなって思ったんですけど、エビちゃん言うかなと思って、ムッチさんの名前をそろそろ言わないようにして、もう俺の作った言葉先生ボールからつながる縁、ボールからつながる、そうです、いいですね、そういう縁で、すごい、本当につながりますね、ボールから、ボールからつながりますよね、うん、本当に。この社会人サッカーチームの方の活動は何曜日に、はい、今練習は木曜日の夜、これこそそれこそ9時半から遅11時ぐらいまで、9時半から夜ですよね、あこれみんな仕事してるので、あそう、集まれる時間となると遅くなるんですよ、うん、はい、9時半から、え来るの、みんな来るの、来るんですよ、来るんだ、15、6人集まりますからね、好きだな、はい、みんな、みんな、はい、であと土曜日朝、はい、え、土曜日の朝もやってるの、朝次の日試合なのに、そう、わお、朝早くから、朝早くから、はい、何時、8時早いよ、あじゃあ木曜寝ると土曜の朝に練習をし て、で、まあ1時間ちょっとぐらいやって、うん、はい、あそんな土曜日あれよね、ハードじゃない、ね、そうそうそう、まあ、そう土曜日はね、次試合、うん、次の日試合なので、うん、日曜日が試合、はい、そんな形で社会人はね、いろいろですね、本当にボールからつながるっていうね、そうですよね、はい、ボールからつながる縁です、縁ですね、はい、ボールからつながる、それこそワンエフの久米川君は川越選択でやってましたからね、そうです、ここに来てくれた、あの YFC の久米ちゃん、久米ちゃんも、久米もあの全楽さんに所属してて対戦してたのよ、そう、お、あそのバチバチの時のいました、いました、原因として、うん、へー、あそこの時代はスーパーの時代ですからね、そう、稲垣ね、何人かが入っててね、善楽さんそれで強くてね、そう、強くてね、うん、そうですよ、だから本当サッカーはつながる、そうだ、川越だったら大体社会人チームって限られてくるから、うん、それつながるんじゃないかな、つながるね、うん、すごいですね、そうなのよ、そういうつながりで、フォールサって、フォールサっていう名前はな、今思ったんですけど、何なの？これはポルトガル語で頑張るとか、頑張れとか、そういう頑張れ、うん、なんかたまに横断幕で、そう、 FORZA、 フォルサか、フォルサ、フォル、うん、イタリアとフォルザ、そう、イタリアとフォルザ、フォルザで、ポルトガルとフォルザ、あ、そういうこと、いや若干違うんですね、若干違うらしいですね、へー、でもテルさん本業もあるのに木曜も土曜も日曜もサッカーって、そうですね、全部行ってないでしょ、さすがに全部行ってますよ、そう、全部、週休ゼロじゃないですか、全部行ってます、全部行ってます、本当に全部行ってます、好きだねサッカー、いやいや、それはね、エビちゃんもねサッカー好きだからね、いや好きだけど俺ボールとかいろいろすごい浮気してるもんでもちゃんと毎日トレーニングとか、トレーニングはねするけども、けど結構浮気症だから、あー、うん、この休みはゴルフ行っちゃおうとかしちゃうし、でもあれでしょ、こうクラブと蹴るのでイメージは同じだから、いや全然違うんだよねなんかゴルフ上手にならないんだよ、ならない、ならない、いや神様がいやいや足だけにしとけって言ってるんじゃないですか、そうなのかな、そろそろもう足はやめとけって言ってるのかなって、ね、なんで逆なんですか、いやもうまあそういうことか、フォールさってそういうことって、そういうことですね、うん、フォールさんのサッカースクールも、はい、コーチたちはどん何やってんの、コーチたちも来てくれてるんですか、来てくれてます、で、まあ、これあのフォールさんの今トップチーム、はいはい、今 GK コーチで一番トップで GK コーチやってる内田和っていう、これも武蔵小学生の卒業生ですけど、はい、今フォールさんの、ピオネロ川越の監督もやってもらってて、あ、でそれが GK コーチ、キーパー出身、キーパー出身、ああなるほど、はい、であともう一人内田、はい、あもう俺の同級生のね、そう、はい、あのエビちゃんと同期がいるんですよ、また、はい、上手なやつが、もうコーチでやってて、でもう一人あの横瀬っていうね、あーチームホールさんのチームキャプテン、キャプテンやってる、はい、あも来てくれて、じゃあ、はい、トップチームの監督だった選手たちが、あの来てくれて子供たちを教えてて、ね、はい、あとキッズコーチで中山さんっていう、中山コーチっていう、
でキッズを見てくれてるっていう。でそこに付随して自分でサッカーやってたお父さんたちも協力してくれたりとかもしてるので、すごい、あすごいね、もう本当に輪があってこそできている、うん、それこそボールでつながるっていうね。そうですね、本当にいろんな人が集まって、いろんな人が集まっていろいろとこうやってくれてるっていう感じですね。なんか温かいですね。温かいね、温かい、はい、武蔵越生まで行けばそういう参加できるんですよね。そうですそうです。だからポッと行った人もチケット買えば参加できるってことですよね。本当に無料で参加もやってますので、体験も、無料体験、体験もやってますので、一度ね来ていただければどんな雰囲気でやってるのかも分かりますし、うん、ぜひぜひ。人工芝だしね。人工芝だし。何時からですか。6時半からですね。6時半から何時までですか。8時半まで。8時半、2時間、はい、2時間。あ、それはさ、なんかもちろん日曜日ですよね。日曜日ですね。子供たちも午前中とか試合やったりして、はい、でまだこう物足りない時あるじゃん。そうですね。行って、いろんな子を聞いて、でいろんな地域の子たちが来てるので、そこでまた仲間にもなってもらったり、でいろんな刺激をもらって、確かに、はい、で仲間にもなると。そうだよね、いろんなやっぱところが来るから、これこそボールでつながるってやつですよね。そうだよね、うん、だ対戦した時に同じスクールの子がいたりとか、はい、いやいつかもしかしたら高校で同じチームになるとかね、そういうのもあるかもしれないし、ジュニアユースで一緒になるかもしれないし、あったけえやな。そうですね、で、まあ、本当にそういった意味でいろんな親もね、いろいろとつながっていただけるってい う、ね、あの親御さんもいろんな情報をね、いろんな地域の情報をまたこうもらえたりとか、いろんな保護者同士も親御さんたちもつながれるんじゃないかなっていう。いや、なんかあれ今何をどうしたんだっけ、今テーマして喋りながらテーマして、まあ、本当にサッカーってそのつながるってコミュニケーションすごい大切で、確かに、うん、コミュニケーション能力をね、うん、で子供たち知らないのパッと集まっても、集まってそうそうそう、ちょっとサッカーやってたらもうあれですか、仲間になっちゃうですよね、はい、でね、次の週には名前で呼んでたりとかね。そうだよね、はい、えすごいなって思ったりとか、でなかなかちょっと入れなかった子も、でも少し時間経つと普通にも、普通にね、うん、大事だよね。大事だと思いますね、本当に。やっぱそこで人と人がこうつながるっていうのは非常に大切なことじゃないのかなって、うん、それは本当に今までずっとやってて、本当にそこに関しては本当大切だなと思いますね。本当そう、すごいですね。それが大人になってもね、つながるんですよ、こうやって。そうなんだよね。そうなんですよ。結構サッカー長年やってる方ってで、ちょっと名前言ったら友達の友達くらいで大体つながるのって、なんかこういうことなんですね。うん、そうなんです。ああ、知ってる、聞いたことあるっていう。あの友達ね、分かる分かるみたいな、うん、結構多い印象があって。そうなんですよ。すごい。本当につながるっていうね。そう、今もう、てるさんと俺でさ、さあちゃんが思い出したいことを今、ずっとバツナギしたんだけど。あ、今言いました。あ、今言ったんだ。今どこだったの？それ言いたかったの何だったの？長年続けてると、うん、こう知り合いの知り合いとかで大体つながるのはこういうことなんですね、うん、あ、それが言いたかったな。よかったんですよ。あ、よかったわ。もうそのためにずっとバツ投げをして、いつ思い出したかなと思ったらもう言ってたんだね。失礼しました。あ、そかそかそか、もうどさくさに紛れて出しちゃいました。じゃあスクールは、はい、その無料体験とかの場合はどういうふうに連絡を、ね、はい、ホームページホールスターサッカースクール、まあ、ホールスターって入れれば多分出てくる、ね、出てくる、はい、そこで問い合わせいただければ、うん、はい、いつでも、はい、返信して、それを認知して、ね、電話でも結構ですし、メールでも結構ですし、どちらでも大丈夫ですので、はい、ぜひぜひご興味がある方がいらっしゃ、いましたですね、連絡いただければと思います。はい、まあ、かんだけどね。まあ、かんだけどね。はい、まあそういう形でね、なんかこう興味ある方、もうなんかアットホームな感じ、うん、で、まあガツガツっていうか、そのチームじゃない子たちが集まってくるから、ね、はい、また違った雰囲気で、雰囲気で、はい、サッカーをできる環境があるっていうの で、まあ、ぜひね、ぜひぜひ、本当サッカーっていろんな環境で小さい時からやった方がいいと思ってるんで。そうですね、はい、でやっぱでも教えてるコーチ陣も、自分たちで一線でやってるんで、
やってるし、やってるし、あの自分のその同い年の内田っていうのは海外のプロやってたんで、うーん、もういろんなことを教えてくれると思うんで、本当上手だし、子供たちの刺激になって、そうですね、こうやればこうなれるんだっていう、そう、目印というかにもなりそうですね。僕らも体力が残ってれば混ざってやってますので、あ、やってるんだよ、やってますよ、もうね、御年、はい、として50ですね。はい、いやー早いですね。早いでしょ。早い。ね、もういつの間にかもう50。今年で50になっちゃいますからね。いや、もう見えないです。見えない。本当に。いやいや。まだあの頃と全然変わってない。あの頃といえばね。髪型とか変わってない。そう。あの頃といえば本当にね、うん、変わってないよ。でももう本当その年になってきて。なるほど。うん、それでもまあサッカーできてるっていうことはね、感謝しなきゃいけないし、そうですね、幸せですよね、そこは、いや、いいですね、心が温まりましたね、ですね、はい、サッカースクールのお話を伺ったんですが、はい、ここで1曲挟みたいと思います。はい、お願いします。春畑充也で J リーグのテーマです。はい、春畑充也で J リーグテーマをお聞きいただきましたが、なんか懐かしい話をしていたのも相まって懐かしい気持ちになってきましたね。そうですね、これ聞くとね、これ聞くとやっぱね、思い出しちゃうよね。僕らはやっぱ心に染みますね。ね、はい、やっぱりなんかちょっと寒気するというか、いいみたいな、むしゃぶりするというか、もう J リーグがなかった、なかった、うんうん、サッカーがないところからあるのを見てきてる世代だから、うん、確かに感慨深いね。感慨深いです ね、うん、いい曲です、はい、では先ほど音楽の前に、うん、ホルサピオネール川越の代表をされているという話がありましたけれども、はい、そうだね。今県3部ということは、うん、こうシーズンは開幕してるんですか。そうですね、もう4月からちょうど開幕しまして、昨日で5節が終わって、5節、はい、5節、5節どうですか。今年はですね、はい、一応3勝2分けと、3勝2分け、結構良くない。はい、今負けがないという、負けなしでかい、はい、おーすごい、はい、これがどうにか負けなく、ここまで来れてますね。まず最初の3戦、最初の5戦ってやっぱり大事じゃないですか。大事ですね。特に3部は一発勝負だから、そうですね、ホームアンドアウェーで1チーム2回対戦しないから、うん、あ、そうなんですか。1回しかやらないから、リーグ戦って言っても、全何チームあるんですか。12チームですかね。うん、はい、あ、じゃあもう3分の1は終わった状態、終わってる、ね、終わってる状況ですね。じゃあ結構、はい、いいじゃないですか。シーズンがだから短いって言った方がいいのかな。そう、期間はやる期間は長いんだけ ど、うんうん、シーズン期間も短いから、はい、もう早めに勝ち点を取っとかないと後からぐわぐわ巻き返すってことができないんだよね。できない。2部はそれができるんだけども、そう、2部はホームアンダーウェイで1チームに対して2回やるんだけど、3部は1回しかないから、1回しかないんで、もうスタートダッシュは本当に大切で、うん、それで勝ち点が今サザンが11、そうですね、ああ、もう十分じゃないですか。いやいやいや、こっからやっぱね、2部昇格向けるということを ね、目標にしてるので、こっからがね、また大変な道のりになってくると思うし、まあでも監督含め選手今すごいいい雰囲気でやってるので、うん、必ずね結果出してくれると信じてますんでね、はい、フォルサさんは、去年は2部にいたんです、ね、去年は2部だったんです。あ、はい、降格、今年降格して3部になって、なるほど、だから、まあ、じゃあ1年で戻りたいという、そうですね、もう目標はそこに、だからまあ3部にいたチームよりかは、まあ、格上の状態で来てるから、うん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 、まあ妥当っていうか、まあいい。でも今回の3部はね、いやでも結構えぐいですね。えぐいんだよね。えぐいですね。なぜかというと、自分が所属してた狭山ゼリア、はい、のトップチームも今県3部一緒なの。アゼリアさんも去年2部だったんですね。また一緒じゃないですか。そうなんです。仲良く落ちたんですね。はい、はい、でそれで今自分がシニアでお世話になってる FC 仙台のトップチーム、若い、そうですね、若いのチーム
これまた今3部にいるんですよ。で、ここも去年は2部にいたチームです。え、待ってください。え、2部から何チーム落ちたんですか？4チーム。今回4チームだね。4チーム。はい、なんか J リーグ並みの厳しさ。厳しさ。はい、厳しさで、はい。え、3部から逆に何チーム上がったんですか？今年は西部の3部が 2チームですね。2チーム。チーム。なんかこうレギュレーションの関係でそういう感じになっちゃってる。そうですね。そういう感じになっちゃってるっていう。で、そもそも西部のチームが県2部1部に多いんですよ。はい、うんうんうん、なおさらそういうことが起きると、なるほど、はい、ちょっと激戦な感じなんです ね、 そうですね。そうだから自分の情報にはもちろん西武大の若いチームの情報来て、はい、狭山ゼリアの情報来て、でフォールサーは自分のアルバイトがいるからもう3つ集まってきてでいつか対戦するから、もで西武大とはやったんですよね。西武大さんとはやらせていただきまして、でフォールサー勝ったんで、ね、どうにか 勝たせてもらって、はい、いやー強かったですね。ね、はい、結構じゃあ今シーズンその三つどもえというかが、まあ、そうですね、はい、いやあの西武大とアゼリアはどっちかと言ったら負けてまだ勝ち点6とか4の、おお、あ、ちょっとじゃあ最初こ転んじゃった感じ、転んじゃった感じ、かなり転んだ、擦り傷どころじゃないだからここから巻き返さないと。そうですね、県3部の怖さはその下はシリーグなんだ。なんか ここから這い上がるのはもっと大変ですよね。大変、もっと大変。そうですよね、はい、C リーグ駆け上がってそこからこうバチ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 やって何チームかが県3部いけるってことですもんね。そうそうそう、2チームですかね。2チー ム, チーム、まあ、その時のレギュレーションによったら1チームの可能性もあるので、はい、C の1部になって3部いけるわけじゃない。そう、そうなんです。いや、それは厳しいですね。厳しいですよ。だからね、はい、なかなかな県3部も暑いよね。暑いですね。下は市と県じゃやっぱ違うのよ、気持ち的にも。そうですよね、やってる選手のね、うん、モチベーションも違うし、うん、背負ってるエリアが全然違いますよね。そうですね、違う違う、はい、それこそ2部も3部もちょっとまたちょっと違うものがあるので、ね、はい、でまた1部もね、1部もまたちょっと違うし、それをずっとね味わってきてるんで、うん、もう酸いも甘いもその辺はよく知ってるんでね、うん、でもカテゴリーで本当に近そうで遠いんだけど、今回の県3部はもう強いチームたちがたまたま落ちてきちゃってるから、もうハイレベルな、ハイレベルですね、本当に県3部は。なるほど、何チーム上がれるんですか？1チームは、無条件、無条件、ただ2位はプレーオフがあるので。あ、2位でプレーオフなんですか？はい、2位プレーオフですね、はい、そうなると2回勝たなきゃいけないんですよ。結構厳しいですね、はい、そうなるとやっぱりまたちょっとシーズンも長くなるし、 そうですよね、それまでにコンディション維持もしなきゃいけないし、モチベーションも保たなきゃいけないし、うんうん、そこの部分は非常に難しいですよね。だからこそやっぱりどこのチームも1位でね、無条件で上がりたいっていう、無条件で上がりたいっていうのが、はい、確かに。いやー、でもいいね。いいですね。なんか久しぶりに自分の所属してたこう社会人サッカーの話をしてる感じがしますよ、はいはい、その、アゼリアの時は、まあ、監督兼選手としてバチ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 やってたということですけれども、その後また関わった機会とかないんですか？あるよね。それがね、すごい。あるよね。また交わったんですね。そう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 。お互いずっとサッカーやってて、はい、で青年国体。そうですね。で35歳以上のスポーツの大会の埼玉大会だったんです。でそのサッカー部門で、まあ埼玉県代表を作ろうっていう話になって。はい。ぜひ埼玉が優勝、自国か事件大会、事件大会ね。だから、うん、でその時にテルさんが埼玉県代表の監督になったのよ。監督、そうなんですね。その時に監督をやらせてもらって、で選抜チームをね、そう、強い選抜チームを作るぞと。で埼玉で自国、あ、事件大会で ね、もう優勝だと。で決勝は埼玉スタジアムだと。決勝最初なのよ。え、そこを目標に、そこを目標に。またなんか高校の時とか、あ、まあでも当時は国立かもしれないですけど、うん、憧れの決勝の舞台に、そうですね。大人になってから戻る機会が、そういうこと。まさに。まさにその通り。もう最多スタ、うん、最多なんてもう自分が若い時にはねなかったし、うん、けどまさかね、35歳超えたおっさんが。
あの埼玉スタジアムでサッカーできるのかとなったら、それは本気出すよ。それは本気になる。いやー、もう合言葉、決勝行こうっていう。決勝行こう、埼玉スタジアムメインスタンド、ね、すごい、なんか青春ですね。でその自分もメンバーに選ばれて、ね、はい、戦って、で1回戦目がもう優勝候補と言われてる長野強かったんですね。プロが元プロが3人ぐらいいたんですかね。ヒロさん、ヒロさんドバシ君ね、ドバシ君は、うん、その長野代表、長野代表キャプテンそこもボールからつながったんですね。戦って埼玉県代表対長野代表と県代表で、すごい。そう、もう長野はもう完璧に優勝候補、優勝候補完璧な、もう多分長野だろうと、うん、思ってた。だからもう予選リーグ一緒だったから、もうここ戦わなきゃっていうので、あ、予選はまあなんか4チームとかで分かれてて、そう、4チームで上位2チームが上がれる。上位2チームだけ、1チームだけ。じゃあなんか全部勝たないとそうぐらいな勢いですよね、うん、でうちは初戦が長野でね、初戦長野でもう優勝候補でうちらはね埼玉県大会だし、もうバチバチでね、いや練習もやったしね、練習超したよ、みんな各チームで練習やりながら、でリーグ戦こなしながら、でオーバー35の、練習やりながら大会に臨んだっていうね、すごい。もう大学生だとなったしね、工学院とか ね、 F マリの工学院、あれとも練習でやったりしてバチバチに上げてって、でやってね、長野と 1-0、 2-1 で勝った。勝った、すごい、勝ったよね。 2-1 で勝って、まさかどこの県の代表も長野が負けるなんてね思ってないだろうし、あ、じゃあその当時ではもう独走というか、そう、まあここのブロックは長野が出てくるだろうって思ってたとはね。で、まあそれ勝って嬉しかったんだけど、うん、同じさリーグにさ韓国代表があるんだよ。招待枠でね招待枠で韓国代表、韓国代表来てたの、え、オーバー35の韓国代表、そうですね、なんか強そうですね、はい、もうだから強いっていう、それにはこの世代は特に日韓戦っつったら熱いじゃん、もう、もう日本代表はね国立で、そうね、苦い、ね、経験負け方とかしてるから、こっちももう絶対倒してやろうと思って、でやっぱごついんだよ韓国の代表、なんか赤とかで来るかなと思ったらユニフォームなんか黄色と黒で、俺ちょっと表紙抜けちゃうね確かにもっとなんか濃いよって感じ、あれってで戦ってみたらめちゃくちゃ弱くて、なかなかね思いのほか、ね、思いのほか弱くて構えててよかったですね、うん、なんかもっと来いよって思ったけど、うん、ちょっとあれだって、でまあね、そうですね、切り抜けてでもう最終戦は準決勝ね、グループリーグはもうそれで、あとは、北海道のチームかな、北海道行け、1-0 で勝って、勝って、あ、じゃあ全勝で上がれたんですね、全勝で上がって、北海道には負けられないよこういうこと言ったら怒られるから、ね、まあでもそこはね全勝でね、どうにか切り抜けました、切り抜いて、じゃあそれグループリーグ突破するともうベスト何になるんですか、ベスト4、あ、ベスト 4?4で、サイスタのサブグランド、第2グランド、サイスタのピッチと同じ芝を設けられていると言われているサブグランド で、ね、で隣に見えるんだよサイスタがこれが勝ったら、この壁を越えられるともうこの話の時点で、あ、負けたんだなって思うよね、愛知県代表強かったんですか、強くない、もう勝てたかなって思った瞬間の最後ね、そう決められちゃったよ、あら、最後の最後で、最後の最後、どんなシュートだったんですか、センタリングをヘディングで決められたのかな、あ、記憶にないな、結構隅にポンって感じですか、うん、もう本当にたまたまこうポケットみたいな感じで、うん、ドフリーができちゃって、あ、なるほど、スペース空いちゃった感じですね、空いちゃった感じで、そうです、
それまでに何本かチャンスがあったんだけど、それを決めきれなかったですね。そうなんですよ。なるほど。なかなかね、難しい試合で。うまくいかないんで。で、サイスターのピッチを横にしながら敗退して。おもうなんか久しぶりにおえつ出るぐらい泣いてたんじゃない？いやもう本当に悔しすぎて。チームもすごいいいチームで。いいチームだったね。もう本当なんか、あの高揚感っていうのは、いまだにこう、忘れられない、うん。おっさんのなんか、もう一回こう、やってやろうっていう。じゃあベスト4っていう感じなんですか、それとも負け同士で3位決定戦とかやるんですか。なかったのよ、3位決定戦が。もう自動3位。自動3位。ね。だから、まあ、3位という形で終えてね。全国3位と。うん。全国3位って聞くとすごいですけど、はい、なんか今の話聞くって、やっぱ壁1枚の。そこがね、なかなか。大きいですね。なかなかね、難しい。なんだかな。いや、このね、やっぱ決勝までたどり着くのって、本当にこの準決勝の戦いって非常に難しい。難しいよね。うん、これはでもね、エビちゃんもシニアでね。味わったと思うけど。そうなんですよ。なんかオーバー40でも全国3位、うんね、なんか3にとらわれてるんじゃないですか。なんかその上生かしてくれないんだよね。なんだろうな、これは本当に何が足りないんだろうって思うよね。思う、本当にね。決勝までの壁1枚がちょっと分厚い感じなんですね。決勝まで行くと多分、もうもうここまで来たっていう、確かにやりきった感じで試合できると思うのよ。準決勝で負けるってなんかめちゃくちゃ悔しい。悔しくて終わる、目の前に最後の舞台があるのにっていうところがもどかしいですよね。そうですね、本当にその一歩が ね、なかなかこう崩せないっていうかね。でもまあまだまだサッカーできるからいつか崩してオーバー50、オーバー50ってあるんだけど、ね、ちょっともう俺はね、もうゴルフが待ってっからまたそんなことを言って。いやもうゴルフがね、待ってんのよおいでおいでって、振りに行こう振りに行こうって。でもいや俺はまだサッカーだって。そう、僕も今年やっぱ50になりますんで、50のね、あの一戦に、はい、入ってやってますんでね。ああもう50やってますか。やってますね、はい。シニアも50と40と掛け持ちで。いやエビちゃんも追いかけなきゃじゃないですか。トップチームも。そうだね、まあ、あの2分ではありますけどね、シニアは40はまたやってて、50は一部で、シニアの50で、シニアの50ね、50、いやでもね、皆さんすごいですよ、すごいよね、50。だからなんかもうさ、日本もやっとサッカーが障害スポーツみたい、障害スポーツみたいな感じになってきてると思う、うん、たまにだって50かな60かなって人が隣のピッチとか試合やってんの、もうおじいちゃんじゃんって思うんだけど、でもやってんだよ。やっぱ皆さんこう体調というか食事とかすごく気をつけてるんですか。いや、どう、そこは分かんない。どうなんだろうね、60まで来ると、もう若干笑いが出ちゃうんだよね、見てると。でも本当に楽しみながら真剣にボール蹴ってますね。蹴ってるよね、うん、あれはでもね、あの姿見ると素晴らしいなっていう。だってドリブルなんてめちゃくちゃ遅いんだよ、見てると60ぐらいのドリブル、正直多分笑っちゃうんだけど、でも本人からしたら真面目にやってるわけで楽しく。あ、だからもうそういうことなんだよね。そう、もう何歳になろうとも、何歳になろうとどうなろうと本当にサッカー好きで、うん、そこにこう情熱注いでるんだなっていう。わかるよね。わかりますね。いやー、なんかこの番組始めて私はなんかオーバー40とかの世界知ったんですけど、はいはい、うん、深いですね。深いですよ。本当にオーバー40もそれこそ20代の子たちから見ればすごいと思うんですよ。でも40、50の僕らが今度60、70、本当に80ぐらいまでありますからね、やってる人たちは。すごい。朝練で6時ぐらいからやってますからね、皆さん。朝は早く起きてからボール蹴ってますので。でもスピードってよりかはもう技術っていう感じなんですか。口じゃないあと好きサッカー好きだ、もう技術じゃない、もう愛です、ね、愛で、愛でやってますね、うん、もうね、走れなくなったらね、口でガタ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 言うしかなくなるんだよ本当に。
ね、本当にでも素晴らしい、でもあれは、ね、うん、だってもうそのオーバー40の方の話とか聞いててもすごいなって思いますもん、うん、やってるよね、タフに体作りして、でも本当にレベルも上がりましたよね、上がってると思う、そういう意味ではそういう草の根サッカーのレベルはすごく上がってると思う、うん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 、だから本当に今エビちゃんも言ったように、そのサッカーが障害スポーツにこう日本もなりつつあって、本当にそのサッカーをずっとこう続けてきて、あの生涯こう続けてるっていう人が本当増えて、いいことだよね。いいことだと思いますね。サッカー界にとっては、うん、そうですね。本当にそれこそプロだった人たちがまだやってるとか、うん、そもそもそのマスターズって先ほど言ったオーバー35もプロだったり、そう一戦をやってそのセカンドキャリアとしてもう一回サッカー楽しもうっていうところからのスタートなので、うん、だそういう意味ではそこからまた火ついて、うん、今度40で40でまた全国大会で、うん、やっぱもうちょっと50で50でいい味締めればまた60っていうね、そうだ、その流れが多分少しずつこうできてきててるんじゃないかなっていうのは ね思いますね。でもさ、この J 経験してた人たちって、はいはい、この草の根サッカー割合からったら少ないよね。そうですね、だから土橋のヒロさんとかを、うん、他こう草の根サッカーで超頑張ってやってる人って、うん、あんま数えそういないよね。埼玉だっていないもんね。埼玉は少ないですね。少ない、うん、結構なんか解説とかやってるイメージは強いかもしれないです、うん、強いけど本当にこう引退してから、うん、35超えて40までこうなんかどっかのチームでやってるっていう元 J リーガーって、はい、埼玉は確かに少ないですね。少ないよね、うん、ぜひぜひやってほしいですよね。やってほしいよね、うん、やっぱでもあれかな、怪我とか一戦でやりすぎちゃって、まあそれもね、あ確かに怪我が原因で引退となるとなかなか、ね、難しい部分もありそうですけれども、ね、でもなんかそういうふうにこう引退してからもやるっていうのが浸透していけば、やっぱなんか海外と日本の差っていうのもちょっと埋まって、うん、いや本当ね、日常的にサッカーっていうのが浸透していきそうですよね、うんうん、あると思いますね、うん、本当にそこは本当にあって、その年齢いった方がまたそこで子供たちにねこう見せれる、そうだね、うん、やっぱそれってすごいなんかいい光景でもあるし、そういう風になってってほしいですよね。なんか子供が、自分の子供がサッカーやり始めて、はい、で俺もね昔サッカーやってたってなって、でお父さんコーチみたいな形でまたサッカーに戻ってくるじゃん、はい、で教えるんだけども、そういうお父さんたちもね、うん、どっかこう本当にサッカーをプレーで試合を楽しむようにどんどん参加できたらいいですよね。そうですね、コーチだけで終わらずさ、子供だけで自身ももう一回始めてみる、やっぱそこでなんかこう気づくとことか、ね、うん、なんかいろいろこうやっぱりこう、うん、教えてるだけじゃなくて自分もやっぱやるっていうところはすごい、このまた教えていく立場でもまたちょっと変わってくるんじゃないかなっていうのはすごいあって、やっぱりプレー、やっぱサッカーやんないとね面白くないですから ね、まあ、フットサルとかはいいあれかもしれない ね、やりやすいし集まりやすいし、まあ、確かにちょっとやろうで借りてできるっていうのはありますけど、ね、なんかボール蹴るっていうのは、ね、チームでっていうのがまた一味違うし、そうだ、ね、いいですよ ね、そんな感じでね、こうまあ結構話してきたけども尽きないんだけど、うん、もうそろそろ、そうなんですよ、あっという間なんですけれども、ね、これまだウォーミングアップ程度しかなってない、ね、そうだね、口がまだ硬いもうちょい喋れるんだけど、うん、いやでも本当にあの2人のあらゆるところで絶対に交わるっていうのが、はい、面白いですね、本当に。本当に。なんでだろうって感じですよ。なんでだろうって感じで本当に。まあでもそんなもんですよ。あの手のようになって、ね、本当にサッカー本当につながっていい仲間がね、まあそうすね、できて、うん、まあこの年になってもやっぱり熱いねプレーできるし。そうだね。これは最高のスポーツだね。ペルさんもフォワードだもんね。そうですね。キューバ、俺もキューバ、も一緒、うん、一緒だった、一緒、いやなんかまだまだ本当に掘り出し物がありそうですけれども、お時間が、ああ残念、まあでもフォールさん、そうですね、すごくいい話を聞かせてもらいましたよ、はい、あなんかすごく いろんなすごくね、温かくて、はい、まあ、こんなスクールの体系でやってますんでね、本当にぜひ
よろしければと。そうですね、ぜひリスナーの方も一回ね、はい、無料の体験行ってもらえたらなんかいいんじゃないかな、雰囲気をね掴んでもらって、うん、はい、はい、で本当にこうスクールの子たちもねトップチームを応援しに来てくれたりとかしてくれたりもしてるんでね、本当にこうもうお互いの相乗効果もあって非常に、はい、いい形でやらせていただきます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい、ということで本日のゲストは斉藤輝正さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ガガクト、ガガクト。この放送は親切丁寧業務用エアコン清掃アレオ様と川越富士見の上福岡3店舗ある醤油豚骨ラーメンのラーメン御用様のご協力のもとお送りいたしました。